おはようございます。ティレと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、 Amazon にてドラゴンクエスト10で実際に使われているタロットの、実際に使われているタロットだよね、てか、銀のタロットを買いました。まあ、簡単に言えば。銀のタロットって言ってもちろん、紙製なんだけど、すごいの。市販の売ってるタロットより、めちゃくちゃでかいのよ。市販のタロットよりね、大きいんだよ、サイズが。まさかの。いや、はじめね、カードゲームレベルの大きさなんじゃないかなって想像してたんだけど、その2倍ありますね、縦幅が。縦幅がね、カードゲームのね、カードの2倍ぐらいあってね、意外と長いの。いやー、すごいね。で、ちゃんとね、ダイアルカナって言うんだけど、そのアルカナがね、22枚揃ってるんで、これで本当に占いができてしまうんですよ。ただ、私が占い師になることは、まあ、この、生きていく中でね、一回もないでしょうね。俺ミニアじゃねえし。先日ですね、先日っていうのもどうかと思うんですけど、一回前の生放送で、リスナーの力で、ダークドレムを倒そうと。一人プレイですね、しかも。今までね、リスナー企画っていうのはね、やってきたんですけど、二人プレイで大体やってきたんですけどね。それが一人プレイになって、帰ってきたと。帰ってきた？ちょっと個人的にはミニ的な感覚にしてるんだけどね、あれは。ミニ。今までのリスナーさんが俺を救うシリーズだとするんだったら、リスナーさんが俺を救うシリーズミニみたいな感じだね。はい。そのミニのね、ちょっとお試しということでやったんですけど、ダークドリアムを。ダークドリアムを無事倒したチームが一つだけ存在するんですよ。それがこちらのチームなんですよね。はい。いや、正直みんな期待してなかったところもあるっていう人もいるから、まさかね、このチームが勝ち上がるとは思わなかったですね。どうやら、なんかね、白目すら倒せなかったナイトウィッチチームとかいうのがあるんですけど、あれはふざけてますね。はい。なんで今回はね、このチームの強さをね、紐解いていきながらバトルロードをやっていきたいと思います。それじゃあ、行ってみよう。それでは登場、メタルドラゴンデビールズシオマル。山ダンジョンチームが地味にね、相性として入ってるんで、この HP60 が本当に生死を分かち合ったと言っても過言ではないです。で、HP60 の補正なかったら負けてたかんね。まあでも、見た目は正直分かりやすい脳筋パーティーですよね。言っちゃえば脳筋3体が集っています。はい。分かりやすいですね。攻撃技しかない、絡めてない、まあ、単純な物理型チームって感じが、凄まじいな。こうしてみると。おっと？敵にナイトリッチがいますね。あれ？どうしたの？ナイトリッチ。なんかこの前なんか、ひどい目になってたけどね、君たち。おー、勝てーそうだね。デインはね、弱点も弱点、大弱点なんですよ。多分400ぐらい飛びます。ちょっと待って、やめて、400ぐらい飛ぶ。あ、どうも言わんこっちゃないよ、ほら言わんこっちゃないよ、ほらデインは単体だからダメなんだって。うわー、やめろ、デビールが吹っ飛んでった、ほらさあ、反撃といこうや、行くぜ雷剣 !1、2、3、威力高いよ、これよいしょー、威力高いねー、いいねー、いい火力出してるねー。今回ね、ズシオマル？ズシオマルのスキャンはこのまま、前のまんまなんですよ。言ってしまえば、ダークドリアムを倒したのと同じスキャンですね。はい。なんで、仮に、いいねー。仮に、まあ、ほぼほぼありえない事象ではあるんですけど、ズシオマルにデインが飛んだ場合、ダメージはゼロになります。はい。ミスという表記になりますね。言っちゃえば。これはなぜかと言いますと、ズシオマルの雷呪文耐性なんですよ。ズシオマルの雷呪文耐性が、もともと、まあ、50% 軽減するなんですよね。はい。相手の雷呪文を。50% 軽減するっていう中で、さらにマスターダブルスキャンの効果により、雷呪文を 50% 軽減する。
ようになる。つまりこれはどういうことかというと、カメレジウムに対しては 0% っていうことになります。はい。だからダークドレムのギガデインとかを食らおうが、まあ他にどんなね、雷属性の技が来ようが、ゼロダメージを抑えてくれるわけなんですよね。ズシオマルはね、だからダークドレムには適した存在なんじゃないかな。お、なんかダークドレムっぽい技を打ってるやつがいんな。んで物理に対してはまあまあの硬さを誇るんでね、脳筋パーティーや、ね、脳筋らしい戦い方をしています。非常に、確かに非常に脳筋だなこれ。普通に使っても強いんじゃないかなこのチーム。割と何よりね、ナイトリッチとかね、ハグメタとかね、ダースドラゴンとかいないのがね、高評価ポイントですね。耐性を重視するんだったら、潮流軍団であるダースドラゴンとか、まあそのあたりを使えばいいんですけど、あえてね、まあ、視聴者の中で集まったモンスターたちで組んだらこうなったと。それでダークドラゴン倒したんだから、すごいよなって本当に思う。さあ行こうや、自信丸サミナリの剣1、2、あ、避けられてる。プテロドンに避けられてる。クソ4人もやってプテロドンになんか避けられてる。あ、ベギアゴンだね。あの、ベギアゴンです。もうなんか、もうなんか適当に、ま、バーってします。これもう。もう見飽きたんでバーってしますね。はい。やっほー、めっちゃ燃える。めちゃくちゃ燃えるやんけ。まあ、ズシオマルね、炎を連想させる攻撃には、まあ、割と弱めなんで仕方ないんですけど、で、残りの2体はね、単純にね、呪文の問題ですよ。呪文がきついんですよ、単純に。まあ、できれば次のターンに仕留めてくれよ。ダークエッジ行くぜ、せーの、よいしょ。なんでそこに振った？なんでそこに振った？まあ、さすがにこのドラゴン切りしてさ、他の3体仕留めてしまえるとは思うんだけど。さあ、問題は488の残り削り切れるかどうか。サミラゲン、行きましょう。行くぜ！はい、はい、はい。よっしゃ！ノースキャンでもね、なかなかの威力を誇るからね、サミライケン。おーん。おーん。じわれ。まあ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 。どうしてもこのチーム、あとね、遅いね。対人にはちょっと向かないチームかなって個人的にはちょっと思ってんだけど。遅いな。全員。まあ遅いことはね、大魔王討伐においては、利点ともなりうるし、欠点ともなりうるって感じですかね。早すぎると、高校イテッカードを食らっちゃうし、遅すぎると、終盤の競り合いができなくなっちゃう。だから、絶妙なラインを言ってるね。あ、やばい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 。だってこれさ、処刑確定したー。ホラー演出で失礼します。トラップボックスちょっとキングミミック、どうした、何をしに来たんやお前は。お前入れてダークドラム討伐したら面白そうだな。でもいや無理な気がするな、無茶やな。実際にやってみた。いやー、何が何だと聞かれたら答えてやるのが世の情け。世界の平和を守るため、宇宙の平和を守るため、やってまいりました。この男、キングミミックの登場です。なんでな、もう仲間に加わったやつは大体役に立たねえんだけどな。挑む相手はもちろんね、このお方です。これいける気がしない。絶対無理だな、あんなの。もうこんなん絶対無理だって。足引っ張るだけだろ、絶対。さ、絶対足引っ張るだけだと思うんだけどね。まあ、やってみましょう。さあ、ダークドリアム。8000になりました、HP が。やべえ。さあ、始まりました。ダークドリアムを倒した英雄と、そしてさっきね、処刑が確定した、キングミミックによるね、コンビで、ダークドリアムを討伐したいと思います。行きましょう。行くぜ、サミナリゲン。オーケーいいよ、オーケーいいよ。250弱出てる。大丈夫だ。
で、ダークエッジを選ぶ理由は、まあ、会心狙いなんですけど、なかなか出ないもんだね。よいしょ !260! いよいよ。さあ期待の新星、キングウィーク、挟み込むダブルマイトブレス、ちょっといまいちかな、やっぱ。挟み込む、あれキングウィークって過去に結構悲しい過去背負ってるからな、俺のチャンネルで。なんか、千ダメとかで取ったよね、普通に。その関係上、キングミミックに対して信用があまりないんだよ。おたけびこれキングミミックだろ、行くのんで。避けろ！あ、ズシオマルか。まあ、ズシオマルだったら、まだいいか。ギガデン行きましたね、問題の。これズシオマルはね、無効化してくれます。ただ他がどうかっていうと、まあ、飛びますよね。飛んだね。飛んだね。ズシオマルは無傷でそこに立ってるいるんだけど。いや、とりあえず、会心頼むわ。お前は会心率がめちゃくちゃ高い。オーケー！素晴らしい！ダブルバイトプライスはやっぱね、会心率はね、本物だからな。はい！オーケー！いいよ！とりあえず、とどめボーダーまで持っていかなくちゃダメだね。またおたけびかよ。凍てつかどう全然死ねえな、こいつ。あ、デビールに行くの？珍しいね。まあ、大丈夫、大丈夫。さ、サミラリケン行きます。はい、はい。あゆ、こいしょ。よいしょ。次のターンどうしよう。SP 切りたいところであるけどな。え、ちょっと待って、ギガスローやばい。ギガスローはね、雷と打撃なんで、ズシオマルでも経験できません。ドーンだーだー、ズシオマルでも202食らってんだもんなキングミミックなんてもう打撃の弱点、超弱点だからなどうしよう。ちょっと怪しいな。瞑想にするか。瞑想にします、ここ。ここのターンって、この白目ダークドラム 2P の場合って、グラウンドクロスを使う頻度が非常に高いんですよ。まあ、高いっていうだけで、実はね、一点読みになってるんですけど、何をしとんのや。マグマが飛び出すじゃないんだよ。マグマフォールしてる場合じゃないんだよ、お前は。まあ、ダメージは出たか。とどめボーダーは持っていける。ただ問題は、耐えれるか。耐えれるかな、これ。攻撃。ダークスラッシュは290ぐらい出るんでね。結構強いんですよね、これ。ほい！オッケー！意外とやるんだよな。さあ、来たよ。あー、やばい！グランドクロスを。お、でも誰かミスった。あ、キミミちゃんから避けたの。それはいい避けだね。それ。やっばいの！やっばいね、ギガデニーだね。いくらなんでもきつすぎる。きついきつやばい、きつい。マリベルジョを呼ぶか。マリベルジョ頼むわ。マリベル城にお願いするしかなくない？これ。これ勝ち筋がさ、マリベルしかないのよ、もう。頼む、マリベル。なんとかしろ、マリベル。なんとかしろ、マリベル。マリベルを使ったところで、このターンだって、凍てつか、どうされたら終わっちゃう。ああ素振りバイトプレスやめろ。何やってんだ、お前。挟み込む勇気たまるかな、そもそも。あ、おたけびやばいね。おたけびでまずここで天使の歌使っちゃうわけだからさ。で、次のターン、グランドクロスか気がする。え？グランドクロスか気がするだよね、次。なんか麻痺出せたりしない？雷神波で、麻痺！ないよね。そんな確率高い技じゃないもん。おっと相手の攻撃、ちょっと待って、俺らダークドーム倒した英雄なのに、な、負けんのか。負けんのね、そりゃあれはまぐれかなんかだったんかもしんないね。というか、君耳が弱い。うん。